ブリギッテツイ・プリースは、ドイツの政治家。ゲアハルト・シュレーダー内閣、アンゲラ・メルケル内閣で、法務大臣を務めた。2017年1月より、第3次、メルケル内閣で、経済、エネルギー省を務め、2018年3月に第4次、メルケル内閣発足に伴い退任した。1953年11月16日に、西ドイツのカッセルに誕生する。 アビトゥアは合格後、1972年から、ギーセン大学で法学を学び、1978年に、司法試験に合格した。この頃から、後の閣僚となる、フランクバルター・シュタイン・マイアートチキだった。1980年に、第二次司法試験に合格。1985年まで、ギーセン大学で助手を務め、ついで、ヘッセン州のホルガー・ベルナー首相の下で、 首相府に勤務した。1988年に連邦憲法裁判所第一小法廷に研究員として招聘される。1991年にドイツ社会民主党に入党した。同年からニーダーザク選手のゲアハルト・シュレーダー首相の下で首相府に勤務し、1995年から同州憲法筆頭参事、ついで部長を務めた。 1997年に、ニーダーザクセン州プ人、労働、社会省事務次官に就任した。1998年に、シュレーダーが、連邦首相に就任すると、つイ・プリースは、連邦内務省事務次官に転じた。就任後は、公務員の給与交渉、公務員法改正、移民してきた、ドイツ系ロシア人への援助、スポーツ振興などの案件に関わった。 1999年9月からは、連邦政府の事務次官会議、近代国家近代行政の委員長に就任した。2002年の総選挙後に、シュレーダー内閣改造に伴って10月22日に、第2次、シュレーダー内閣に、法務大臣として起用され、著作権問題、親子認知テスト問題、同性愛者の権利に関わる、問題、行政の電子化。 個人情報保護、インターネットなどの法律上の問題に関わった。2005年の総選挙の結果として、大連立によるアンゲラ・メルケル内閣が成立するが、ツイプリースは留任した。この選挙で、ツイプリースは、ドイツ連邦議会に、ダルムシュタット選挙区から出馬して当選し、2009年の総選挙でも、議席を維持した。2006年8月以降、ツイプリースは、 連邦憲法裁判所判事でしかも長官への転身を望んでいるとメディアに報じられていたが2007年3月の記者会見で政界から司法に直接転身すれば連邦憲法裁判所の権威を損なうことになるとして報道を否定した2009年の総選挙でドイツ社会民主党が下野したため法務大臣職を離任した 2013年の総選挙でも議席を維持し、第3次、メルケル内閣では、経済、エネルギー政務次官に就任した。2016年6月に党友に対して、翌年に予定されている総選挙に出馬せず、政界を引退するとの所感を送った。しかし2017年1月27日の内閣改造により、ジグマール・ガブリエル経済、エネルギー省が、 外省に転出したため、格上げして、経済、エネルギー省に任命された。ありがとうございます。